はい、こんばんは。7月6日21時を少し回りました。ユーストリーム前語り、お仕置きされる準備ということで、猫のポチでございます。宇太郎でございます。よろしくお願いします。さて、はい、始まってしまいましたね。始まってしまいました、今月も。はい、しかも今月はこのテーマからスタートですよ。そうです、オープニングテーマがダリのムーンライト伝説。まあせっかくだからこれでいこうってね、なりまして、まあね、セーラームーンを取り上げますよ。まあ、セーラームーンといえばもう昨日じゃないですか。はい、クリスタルが公開されましたね。全世界同時公開ということで、はい、最速ニコ生見ましたか。見た見た。オープニングがね、ももいろクローバー Z さんの曲で、はい、なんでムーンライト伝説じゃないんだっていう声を多数見ましたね。でね、しかもね、 A メロのあたりがちょっとねムーンライト伝説に似てるんだよ。いや、似てるような曲にするんだったら別にいいじゃん、ムーンライト伝説でと思いながら聞いておりました。ね、ムーンライト伝説ね、ずいぶん長いこと使われてたからね、その旧アニメ版の方でも。はい、まあそんなこんなで、宇太郎さん、この企画は何ですかっていうところから、あ、その前にちょっと自己紹介をしようか。はい、私、猫のポチです。画像右下、そして画像右上、はい、宇太郎でございます。この、企画の主催者ってことになってんだよね。はい、なってるっていうか、そうでしょ。そうなんですよ、主催してるんですよ。でもうすごいよね、5年やったもんね。丸5年ぐらいはやってますね。まあ、5年ぐらいやってる。はい、随分長いことやってますね。長いことやってます。で、大変なことになっております、ね。始めた時は20何歳で、ね、今今27なんですけれども、はい、今月の22日に28になります。おめでとう、28歳。はい、もうね、だからアラサー男子が2人集まってセーラームーンについて語るというですね、ものすごい背徳感のある配信になっておりますけれども、あのね、すぐだよ30。そうだよね。いや、あのね、20代になってからやっぱ早いよね。早いね、すぐです。これがまあどんどんその、ね、年を追うごとに早くなるというふうに、はい、伝え聞いておりますので。しょうがない、それはみんなそうだね。うん、さてさて、企画紹介ね、はい、企画紹介ね。そもそもこのユースト前語りというのは何なのかという話ですね。うん、実はですね、この5年間やってるというのはですね、このユースト前語りではなくてですね、ツイッター漫画語りというイベントがあります。これはツイッター上で行っているイベントなんですけれども、毎月月末にですね、一つの作品、漫画作品を取り上げて、それについて語り合うという、イベントを5年前からやっております。で、このユースト前語りっていうのは、1年ぐらいですか1年ぐらいじゃない前からまあ始まっている企画なんですけれども、うん、その月末の、ツイッターイベントに向けてですね、今月はこんな作品を取り上げますよと、うん、でこの作品の魅力はこんなですよみたいなことをですね、紹介する前語りが、この配信になっております。はい、あともう一個企画案だよね。うん、このあとね、22時過ぎからね、漫画でビブリオバトルという、はい、前回だから、先月から始まった企画でございます。まあ、先月は試験会だったんで、今回が第1回っていう形になりますけど、そうですね、正式回ですね。はい、皆さんこう自分の推しの漫画をですね、持ち寄っていただいて、それについてこうプレゼンなんかをしていただこうという、そういう、企画がございますので、この後もお楽しみにということで、だから丸々2時間ぐらいね、楽しんでいただければと。はい、ごゆっくりお楽しみくださいませ。はい、我々もなんか気を張らずにのんびりとやっていきますので、よろしくお願いします。そうですね。はい。はい、ですね、はい、話はちょっと違うんですけれども、うん、シドニアの騎士第2期決まりましたね、アニメ。はい、アニメね。おめでとうございます。最終回で発表されましたね。はい。第9惑星戦役というサブ隊がつきまして、多分冬期から始まるんじゃないかなと。はい。11月に、プレで1、2話やるらしいんで。おそれは上映会、試写会的なやつで、
はい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 、なんで多分本放送は12月1月の冬期なんじゃないかなっていうところですね。またテレビでやるんですかね。テレビでやるでしょうってすごいなぁと思いつつ、その後の話テレビでやっちゃうんだというね。いや別にできると思いますけどね、浸透性深夜枠だし。まあまあ最近のなんか深夜アニメもだいぶこう緩やかになってきてるので、あと海外発信されてるんで今シドニアの機種が。そうですね、はいはい。で海外と日本ってアニメーションの作り方がちょっと違くて、はいはい、日本ってまあ1話からシドニアだったら12話を放送しながら作っていくのね。はいはいはい。締め切りに追われる、だから週刊連載みたいなもんですよ。そうですよね、納品が間に合わないみたいな話もあるんですよね。間に合わないみたいな話もあるんですけど、海外ってカンパケパッケージ1から12はセットじゃないと納品できないんですよ。あ、そうなん、じゃあもう作り終わらないとダメだね。そうそうそう。なんで海外は1から12話が一挙公開されたところなんですよね。ネクストフィー。そうなんですか。うん、でその各国で、まあ、今シドニア話題になってて、で2期も発表されたんで、わーやったーってな具合ですよ。おー、じゃあもう海外もシドニアに湧いてるわけですね。湧いてるわけですね。いやー、二瓶先生の作品こんなになるなんてね思わなかったねみたいな話ありがたいお話ですよっていうところがオープニングトークです今日も。はい、さて、ですが今月取り上げる作品は、まあ、美少女戦士セーラームーンでございますよ。じゃあちょっくら初映を出そうかね。はい、旧単行本が全18巻で新装版と完全版が12巻出てるってですね、はい、ツイッター漫画語りで取り上げてる作品としては、まあ、なんかこうミドル級ぐらいの割と読みやすい長さで、そうですね、よろしいんではないかな。旧単で18冊、新単完全で12冊っていうのは、はい、まあサクッと読める範囲だと思います。はい、まあ内容的にもね、まあすごくライトな内容になってますんで、サクッと読んで楽しめる漫画になってるんではないかなと思っておりますよ。まあそりゃそうだよ、連載誌がねっていうところの話もあるんですけど、まあ、まあ、女児向け作品ですからね。小中学生向けですから連載、はい、その雑誌がね。じゃあ内容的にはどんなもんでしょうか、太郎さん。はい、内容がですね、まあ皆さん多分これねご存知だと思うんですよ、セーラームーンって。まあそうだろうねと俺も思うけど、これ振らないとね。中二の女の子がこのセーラームーンに変身して悪いやつをやっつけるわけですよ。はい、でセーラームーンには仲間がいて、なんかこう5人ぐらいいるわけですよ。それがどんどん増えちゃうんですけれども、5人どころじゃねえけど、まあ5人どころじゃないですね、うん、最初5人でとりあえず、あ、5人で揃ったなと思ってたら、うんうん、なんかどんどん出てくるみたいな話ですけどね。オタク業界では美少女戦隊ものなんていう風に言われたりするような作品でございます。これね、うん、美少女戦隊ものっていうのをつけた人が誰なのか知らないですけど、うん、戦隊ものはずっとあるわけですよ。スーパー戦隊はゴレンジャーからずっとあって、このセーラームーンがその連載されてる最中も連綿と1年間に1作品ずつ作られ続けてるんですけど、実写の方、実写 の、うんうん、東映特撮の方ですね、はいはいはい、スーパー戦隊シリーズっていうのがあるんですけれども、うん、東映さんが毎年ちゃんと作って、はい、未だにやっているやつがあるんですけれども、うん、その中になんかこう風穴を開けた作品なわけですよあ、女の子でやっちゃうんだ、しかもアニメでとだからその何、そっちに影響を与えたの？ですね、うん、影響かどうかわかんないですけど、うん、セーラームーン以降っていうふうに言っていいのかわかんないですけど、もう一度戦隊にこう、うん、脚光が集まるというか、あ、そういうのも面白いっていうのがなんか再発見された感はありますよね。なんかセーラームーンが出たことによって、あ、本物の戦隊もあるじゃんっていうような話で。あ、それはでもあれでしょ、別に実写、漫画アニメを問わず、なんだろう、まあ別にこうそのなんだろう、ジャンルの壁を越えて戦隊って戦隊っていうとなんか、うん、まあだからジャンルだよね、ジャンル、人ジャンル、うん、スーパー戦隊自体もですね、うん、セーラームーンより前って言ってももうちょっと前になるんですけど、かなりその低迷した時期っていうのがあるんですよ。
あのゴレンジャーの当たりが大きくてその後もなんとか続いてはきたんですけど、やっぱり常にこうマンネリ化との戦いを強いられてきたわけですよ。ずっと同じ基本的に5人出てきて5色いるっていうのを変えずに来たので、うん、そうなってちょっとこう低迷した中でこの、まあ、セーラームーンが、出てくる前後ぐらいにちょっと盛り返すんですよ、うん、そのまた人気がちょっと火がつき始めるというか、うんうん、セーラームーンも影響はあるんじゃないかなと自分は思ってるんですけどね。そのなんかさ直の流れでいくならばレイちゃんが主人公じゃないですか。赤だからね。そうそうそう赤だから、うん、でもほら黄色じゃないですか主人公。そうなんですよ。そこがなんか乙女ミックスだよね。東映さん、これも東映動画がやってるようなアニメーション、アニメのは東映動画がやってるアニメなので、うん、東映作品なんですけど、はいはい、東映さんによると、うん、あの女の子が好きな色のその子を主人公に持っていくと、数字が取れるということで黄色とかピンクとかを主人公に持っていくっていうような、狙いがあったんではないかと思われますね。プリキュアの時にそういうようなことを書いてましたね、これ黄色っていうか金色ですね、はい、はい、ほう、赤い色のやつも出てくるんですよプリキュアの中にも。でも赤い色のやつってあんまり人気出ないんですよ。不思議ですよね。結構赤って女の子の色のイメージあるんですけど、それはでも作られたものだよね。ランドセルの赤とか、だから実際のところ女の子って黄色とかピンクのが好きっていう、うん、ビタミンカラーね、うん、そうね、はい、な大王ですというような話ですね。アニメの話ちょっと触れましたけれども、クリスタルアニメどうでしたか。見てみた感想、見てみた感想、クリスタルの話をしろっていう、うん、クリスタルの、うん、うん、セーラームーンだったよ。要はその一番最初の、旧アニメ版も見てるわけじゃないですか。見てますね。やっぱりこうなんていうんですか、すごいそれを意識してますよね旧版を。旧、うん、どこ意識してるのかが旧版なのか原作なのかはもはやなんか混ざっちゃってる感じはあんまりますね。混ざっちゃってるし、メジャーなのはアニメの方だから、どうしても旧アニメの方だから、はい、そこまあ焼き直しと捉えられてしまうのを多分すごく恐れているんだと思う。はいはい。で、そのなんか現代でできることを頑張ってやってる感はありますけど、はいはい、ただそれがねどこまでこう市場に受け入れられるのか難しいと思いますよ。旧アニメ版の方がいい意味でその原作を裏切るというか、原作じゃないことをやっていた感じはあるんですけど、うん、今回のそのクリスタルの方に関してはすごく原作に忠実に作ってる感が強いんですね。セリフ回しとかも全部同じぐらいにしてるんですよ、うん、ほぼ変えずに1話段階では、はい、でその後もそれが続くかどうか分かんないんですけど、でもここまで執拗にやってるってことは、うん、かなりそのなんていうか、セリフ回しとか、あとはシーンの展開とか、あとポージングですねとかをこだわってその原作と同じにしようとしてるんじゃねえかなって感じがしました。印象的だったのはですね、第1話でタキシード仮面が出てくるんですけど、うん、タキシード仮面が出てきて、まあ、セーラームーンを助けて去っていくときに、まあ、ジャンプしてなんかその飛ぶように去っていくんですけども、はいはい、その飛ぶときに足元からこう要は上に向かってパンしていく立ち絵をその、うん、なんていうんですか、止めみたいな形で出すんですけど、アニメの中で構図がね、その構図が、はい、でその、格好が原作のその漫画版の方と同じなんですよ。同じポーズを取ってるんですよ。で原作版は透明なんで、そのしかもまあ言うても漫画なんで、漫画で通用するようなポージングになってるといえばなってるんですけど、アニメだとアニメであの絵見せられるとちょっと違和感なんですよね。でもそのなんていうか、ジャンプしてるそのポーズとか、あとはそのマントがどういう感じで翻ってるかとかをすごい原作に寄せて書いてるんで、はい、寄せてっていうかほぼトレスみたいな感じで書いてたので、
なんかそこまでするみたいな感じに逆に違和感があるんじゃねみたいな感じになってましたね。いやまあつかみだから1話は、まあだからそれぐらいこうこだわって作ってましたね、うん、の1話は。なので、今後のそのクリスタルアニメ版を楽しむためにも、まあ、ここは原点に立ち返ってぜひ原作をという話なんですよ、はい、あの原作読むとびっくりすると思います。あまりには一緒で、あ、うん、ここまでちゃんと一緒に作ろうとしたんだっていう。旧アニメ版はそこまで一緒じゃないんですよ、ね、実は結構変えてるとこがあって、うん、でこれはまあ、旧アニメ版を知ってる人が多分ものすごく多いんだけど、原作まで手を出してる人の方が多分少ないと思うんで。少ないでしょうね、うん、まあ、ここで取り上げたというのはそういうことがあるんですよ。はい、やっぱりね、実際そのアニメでどんな話だったか知ってる人もですね、原作を読むと原作ギュッと詰まってるので、うん、おそらく見たことあると言っても遠い昔に見たことがあるだけだと思うので、いろいろ思い出して楽しいと思います。そうですね、私は結構最近見てますけどだから世代を通ってきているじゃないですか我々。そうなんです。30手前ぐらい、はい、30ぐらいの人たちは、はい、でほらその頃ね、小学生ぐらいの時、俺はね、はい、そうでもないんだけど、ウトさんはなんか女の子が持ってるアニメグッズっていうとセーラームーンだったんですよ。だったんでしょう。はい。小学校ぐらいの時って夏場プールになると、うん、水着に着替えるためにタオルをこう首からこう輪っかにしてかけるみたいな。なんか簡易更衣室になるバスタオルみたいなやつ、ね。になるバスタオルみたいなやつ。うん、あるね。あれがもう軒並みセーラームーンでしたね。多分ね、たった3年ぐらいの差なの、俺と歌さんが。はいはい。でもね、そこまでじゃなかったんですよ。だから多分直撃してるのが歌さんの世代の方なの。そうなんですよ、直撃世代だと思いますよ、うん、当時だとその男兄弟が上にいるか女兄弟が上にいるかで、うん、その見てるもんが分かれるんですよ、はいはいはい、その男兄弟が上にいる場合はドラゴンボールを見てるんですけど、ジャンプ系列ね、その女兄弟が上にいる場合、お姉さんがいたりする場合はセーラームーンを見てるんで、当時の小学校低学年ぐらいの男の子はそのお姉さんに付き合わされてセーラームーンごっこをやらされたりとかしてたんですよ。まあ兄弟がやるとそうなっちゃう。そういう世界でしたね、私の世代は。だからウタさん、妹さんとかは当時見てた。そうなんですよ、妹は見てましたね。でも歌さんの妹だからさらに年齢が 下なんですよ。幼稚園とか小学校低学年とかで、はい、だからちょっとそのなんだろうな、自分の妹だとまたちょっと離れちゃうんですよ、その世代から言うと。あ、だから自分の同級生ぐらいが一番ハマっている中としてはハマってたなという自分の印象はありますね。そうだよね、だから入りの頃は俺も見てたの、小学生だったからまだ、はいはいはい、でも RSスターズって進んでいくうちに中学生になっちゃったから、はいはいはい、だんだんちょっとさすがにこう年齢と乖離していくわけ、うん、そう。だから初期のアニメの記憶がすごいやっぱあるね俺は。そうですよね、うん、まあだから今20代の人はあの頃をやってたの振り返って今回読み返してみたら、多分ね、新たな発見とそのクリスタルをより楽しむことができると思うんで、はい、ぜひ見てほしいところですね。あとはですね、漫画版の方が、うん、何でしょうね、読みやすいですよ、話として。それは人によるかな。自分が思ったのはすごいそうでしたね。クリスタルのアニメはよく動いてるんで、すごく綺麗にできてるんですけど、うん、なんていうんですかね、アニメ人がめちゃめちゃ気合が入ってるんですよ。それはなんかさ、25周年作品だから手抜いては作れねえよっていう感はあるよ、まあね、それはそうなんでしょうけど、動画人の気合の入り方がすごくて、うんうん、普通ああいう女子向けのアニメって、うん、そのわざと等身が下がったシーンを描いたりするもんなんですけど、あ、そのなんか目がぐるぐるになったりになったりとか、そういう、まあ、いわゆる漫画的な、うんうん、その、デフォルメ的なものをやるんですけど、うん、クリスタルに対してないんですよ、それが。ね、多分ターゲット層が女児向けじゃないんだよ、もはや。そうなんですよね。大人の主張に耐えれるラインを狙って作ってるんですよね。
だから投資の人たち狙いなんで、本当20代後半とか30頭とかの世代を目指して作ってる感があるんで、今回そうなんですよね。だからちょっと大人っぽく作ってあるんですよね。まあ、そういう意味では大人っぽく。だからその漫画版の中にもやっぱデフォルメのシーンってたくさん出てくるんだけど、はい、もしかしたらそんなに多分クリスタルの方では使われないのかもしれないよね。1話の段階でかなりそのデフォルメでやられてるギャグシーンみたいなのをそのままの投資でやってるので、うんうん、まあ分かんないですけどね、今後今後その方針が変わったりとか、クリスタルと原作版見比べて見ていくと多分そのまま見るより何倍か楽しめるよね。細かい差とかがすごくね面白いと思います、うん、でそのアニメはどうしてここをこうしたんだろうみたいな意図を探っていくと面白いですしね。完全にオタクの見方ですね。もうオタクの見方してますけれどもまあそれはそれでいいと思います、はい、というわけでじゃあここで1曲いきましょうか。あのね、はい、イメージ曲ね今回ね難しいよまあねもうアニメになっちゃっててそれで入ってる曲だからね。オープニングがあれだったようにちょっとすごく悩んで俺はじゃあこの曲をセレクトしました、はい、とりあえず聴いてください。サーチザシティのザレスキュー。聴いていただいている曲はサーチザシティのザ・レスキューです。はい、あのねこれロックパンク系のアメリカのバンドなんですけど、はい、割に綺麗な曲なんですよこれが。あーメロディーが、ね、そうそうそう。で、あのねもっとロックパンク系ってガチャガチャ汚い音色で作ったりするんだけど、そうですね、そう、それはその声のエフェクターを通す時ももっと枯れたボーカルだったりするんですけど、はいはいはい、このバンドはね綺麗なんですよ、うん、その美声だよね。そうそうそう、美しい線はそのセーラームーンに通じるところがあるんでそれを狙って今回これをセレクトしました、はい、でまあ漫画としてセーラームーンを見るとそのなんか萌えとか、はい、女の子が可愛いっていうのはまあ下敷きにもちろんあるんですけど、はい、これね SF 作品としてごくベーシックな作りをしてるんですよ。はいはい、まあ、それはそのなんか結末までちゃんと見て読んでってすれば分かると思うんでそれはぜひ読んでほしいんですけど、そうですね、でそのねそのなんか話の流れもすごく、まあ、小中学生でも分かるような噛み砕き方をしてあって、で大人が読んでああこれは SF だなっていうのはあの
まあ、当たり前に魔法少女ものって全部そうなんですよ。魔法が出てくるファンタジー的な要素っていうのは SF につながっていくものなんで、はい、でそれが、まあ、すごく分かりやすく入りやすく作ってあるなっていうのが、一つポイントであります、はい、でこれはそのなんか窓マギなんかも SF、SF ってね言われる流れがあって、はいはいはい、まあ、それと同じラインで、あのどうしても漫画って大きな嘘が入り込むんですけど、そうですね、それがまあどうしたってこう大きく分けると SF っていう扱いになるんですよ。そうですね、うん、でこの、まあ、魔法と言いながらそれが何なのかよくわからないじゃないですか。 技名叫んでわーってなるっていうのは、はいはい、何が出てるのかはよくわからないですよね。そうそうそう、でその力の説明は特にされないじゃないですか。されないですね、うん、そのなんか月の力とか水の力火の力っていうのがなぜか使えてるけど、それって多分漫画的に説明する必要ないんですよ。そうですね、うん、何か超常の力を持った女の子たちが戦ってるっていう、でその何かを多分ものすごくしっかり説明しちゃうと、まあ、これは対象年齢が違ってきちゃうんですね。あとハード SF になるんでしょうね、うん、そうですね、きっとハード SF とか それこそファンタジーもの、異世界ファンタジーじゃない現代的なファンタジーガチ魔法ものみたいな形になるんですけど、はいはいはい、だそういう意味ですごくそのノンフィクションフィクションってこう区切りの中で平易にできてるんだよね、小中学生向けなんで、はいはい、それがあの作品としてすごくまとまっているんですよ。そこの見やすさはその、まあ、アニメでも漫画でも一緒なんで、ここら辺はねぜひ押さえといて損はない作品っていうのは間違いないですね、はい、で当時あのまあ、これ仲良しで連載されてたんですよ。そうですね、はい、月刊誌の仲良しで、当時のライバル誌はリボンとかチャオとか、あと小学 N 年生、はい、でこれ今小学 N 年生なくなっちゃったんでしょ確か。あ、そうなんですか、知らなかった。そうで、チャオは多分ね中学生までを対象に含めてない、幼稚園小学生ぐらいで一つ世代が下なんですよ、うん、はいはい、なん直接のライバルは、まあ、仲良しとリボンの何だろう一騎打ちなんですよ、この世代の少女漫画雑誌っていうと、はいはいはい、で例えば上に行くと、月刊アスカとか、花と夢っていうのはもうちょっと年齢層が上、小学校の低学年の子は読んでもちょっと分かんないかなっていう作品があって、はいはい、だまあガチバトルはリボンと仲良しなんですよ。だから当時どっち読んでるっていう女の子たちの、まあ、どっちかなんですよ、はいはいはい、っていうその派閥が分かれたわけですね。そうそうそう、それはだからジャンプ読んでる、マガジン読んでる、サンデー読んでる、まあ、チャンピオンはちょっと小学生はあんまり読んでなかったけど、はいはい、そうですね、男の子で言うとジャンプ派なのかそれともマガジンかサンデーなのかみたいな、で当時その90年代中頃って一番出版業界が潤ってたっていうか部数が出てた時代なんで、はい、もう男の子はほぼほぼジャンプでした。でジャンプも黄金期と呼ばれる、黄金期ですね、600万部、週刊で600万部出てた時代なんで、はい、でそれこそさっきねドラゴンボールっていう話が出てたんだけど、男の子ならドラゴンボール、はい、女の子ならセーラームーンっていう、でそのセーラームーン以後、まあ、ちょこちょこと赤ずきんちゃちゃとか、ナースエンジェルリリカ SOS とかウェディングピーチとか、マジックナイトレイアースとか、はい、そのセーラームーン起点で似たようなっていうとちょっと語弊があるんですけど、そうですね、まあジャンルとしてその同系統のっていうのは、ね、同系統の 女性キャラクターが戦う話はいっぱい出てきて、はい、でまあその話をちょっと後で宇太郎さんもするんですけど、はい、ここら辺はだから作品的には芳醇な潤沢な、はいはい、作品がすごくあってですね、でその中で柱はどれかこう歴史を振り返った時に屹立しているものがあるのはやっぱセーラームーンなんですよ。まあやっぱり不動の地位だと思いますよね、うん、そこは。でもちろんね、それぞれの作品人気があったんですよ、はい、クランプ
のレイアースなんかも原作にせよアニメにせよものすごい人気があって、ただそれもセーラームーン以後の話なんで。そうですね、うん、やっぱその歴史の起点となってるセーラームーンを見ずに他の作品の話をするのは難しいのではないかなと、と思いますよね、うん、はい、となって今回ねここで取り上げてるんですけど、なんて言うんですか、この企画自体が、うんうん、そのまあ漫画の見識じゃないですけどもを広めようっていう私個人的な願望というか欲求みたいなところから始まっているその企画なので、はい、やっぱりその各分野でこれ押さえときたいよねって作品やっぱりあるわけですよ。そうですね、で少女漫画といったらこの辺だよねみたいなのも今までやってきたりしましたけれども、うん、あの SF といったらこの辺だよねってアキラやったりとかもしましたけれども、うんうん、セーラームーンもそういう作品ですよね。そうですね、だから今となっては古典の域になっちゃってるんですけど、はい、ただねここに来てアニメ化もう一回するっていうのも含めて、はい、ブームにはなブームになろうとしてるんですよ。ブームって ね、作られるものなんで。そうですね、ブームにしようとしてるんですよ、ね、しようとしてるんですよ、ね、大人たちが。はい、で当時子供だった子たちが働いてお金を持ってあそこから取れるぞっていう風に見られるのはいいことで。はい、そうですね、そうするとあの、まあ、循環するんですよ。それはグッズだったりとか円盤だったり何でもいいんですけど、はい、はいはい、そのなんだろう、今お金を持ってる人たちに向けて売れるもの、その人たちが例えばお母さんになっていたら、はい、自分の子供に間違いなくこう子供に勧めて見せて大丈夫なものっていうのは、はい、普通は同じ作品っていうのはありえないんですよ。同じ系統の作品、そうですね、変わったりするんですけどね。そうそう、昔楽しんでたものの流れ、政党の流れを組んでるから見せて大丈夫だったりとか、私も子供の頃ハマったからっていうようなので、はい、次世代につなげていくんだけど、はい、セーラームーンのすごいところはもう一回やるっていう、同じのをしかもやってるっていう、ね、そう、同じのをやってる、でも、はい、ちゃんと現代的だっていうところね。まあ、それにつながる話かどうかちょっとわからないですけど、そのこの後ですね、実はプリキュアの話する予定なんですけど、はい、まあ、プリキュアは言ってしまえばセーラームーンの その正統後継者的な作品なわけですよ。もうほぼ同じ状態、はい、女の子が、しかも中二の女の子が変身して悪いのと戦うっていう話なんですけど、セーラームーンのとプリキュアの一番大きい差は彼氏を作るかどうかなんですよセーラームーンは初めから彼氏ありきなんですよ。あれはもう世代を超えた恋の物語という形で話を組んでるので、うん、一番新しいプリキュアに関しては恋愛禁止だっていうルールまで作ってしまうぐらいにそういうものに対して排除する形の作品になってるんですよ、ね、プリキュアって。それは上からの世代から見るか下からの世代から見るかの違いがあって、まあそれもそうかもしれない。そう、一つセーラームーンはメインターゲットが子供たちだったんで、お姉さんなんですよ、はい、みんなにとっての。そうですね、そう、みんなにとってのお姉さん、中学2年生っていうのはお姉さんっていうところの世代を狙って作ってるんですよ。はいはい、だから彼氏がいて良いというか、はい、そんな大人が羨ましいな、中学生中2を見て大人って思うような世代が羨むような書き方をするんですよ。はいはい、で逆に大人から中学校2年生を見ると子供なんですよ、その子たちは。そうですね、はい、だから子供がそういうことするのはちょっとっていう見方があるんで、はい、だこのね上下の世代のどっちから見るかっていう見方で変わってくるんだよね、そこは。そうですね、そう、恋愛の有無だったりとか、はい、なんだろうな、そのちょっと背伸びした感じっていうのが、はい、だ今30になってから見るとすごい子供なんですよ、やっぱ描かれてることは。そうですね、でもそういえば小学校の時これを見てた時はそうじゃなかったの、お姉さんはこんななんだっていう風な見方をしてたなっていう。はいはい、でね、このねなんかもう20年こういうものを見続けてきて、はい、いやーなんか多角的に見れる面白さ多分ほんと10年とか15年、原体験的なものから流れてきて、やっと、はい、ああ面白い、そこを楽しめるっ
ていうのは多分ある程度そのなんか成熟してる人じゃなくて無理なんですよ。一周しないとみたいな話はありますよね。そうそうそう、だからね多分この企画あるじゃないですか、あの、はいはい、ツイッター漫画語り過去の作品を、楽しもうっていう、はい、これはね多分だから10代の人とかにはできないんですよ。リアルタイム語りになっちゃうから10代の、あ、まあ、そうですね、今楽しいと思ってる作品になっちゃうからね。そうそうそう、でそれはそのなんか過去のその流れの中でどの位置にいたかとかって関係ないんですよ、ね、はいはいはい、単体の作品語りしかできないんで、そういう例えば10代の子がやるとなると、そうですね、うん、だこの俯瞰して見れる感じの中でさらにセーラームーン選ぶあたりがいやー、はい、面白いね我々のセレクトはっていうジュガチさんが入ります手前味噌ですが、だからね今そういうそういう魅力をみんなで共有したいですね、共有したい伝えていきたいっていうのはあるね、はい、だってこの年になってセーラームーンの幻聴を読み返すことになるとは思わなかったもんおじさんはねえまさか読むとは思ってないよね。そう、割とさっくりさ作品はじゃあ7月アニメ始めるからセラムにしようかって言って決まったじゃないですか。はいはい、ああセラムンか、そっか、何語るんだろうなっていうのはそのやっぱ当日のその皆さんの語りも多分昔の思い出話から始まると思うんですよやっぱり、まあ、そうですよね、うん、で今読んでみてどうだったかっていう話にそこをつなげて月末にやるツイッター漫画語りの本会の方ではそこがねやっぱなんか楽しそこを見たいっていうのがあって、 そうですね、それはね男女を問わないんですよやっぱり、はい、多分女の人の方が多いでしょう読む人読んだ人はと思いますよね。でもね男性が読んでもいけるんですよ、はい、ただなんだろうな少女漫画を読めるのは一つスキルじゃないですか。そうなんですよね、意外とそこが、うん、あの男性にとって少女漫画がハードルになるポイントっていうのはあるんですよね。そうなんですよ、まあ、あのね多分恥ずかしいって思っちゃう人もいるでしょう中には、まあ、それもあると思います、ね、うん、しなんか小回りがやっぱ普通のやっぱ男の子の読むバトル漫画とはちょっと違う、まあ、心情描写が結構入ったりとか、はい、心理的な動きの機微がちょっとつかめないと面白さの全部をね受け入れる追い切れないですね、うん、追い切れないと思うんですけど、その女の子の気持ちが分からなくてもなんか読んでるとだんだん分かってくるんですよ、はいはい、それは別にこの作品オンリーの話じゃなくて少女漫画全般、少女漫画を読むとなんですよね。そうそう、女性心理をつかむためにもぜひ男性陣にもセーラームーンを読んでほしいですね、はい、セーラームーンだけじゃないですけど、まあ、少女漫画もう読んでねっていう話ですね、うん、そう過去にほらやってるじゃないですか少女漫画もやってます、いっぱいやってますね、いっぱいかいっぱいいっぱいじゃない、結構やってるよいっぱいではないと思う、あのザ少女漫画って言われるあのだから、うん、動物のお医者さんなんかは別に少女漫画っていうカテゴライズじゃなくていい作品なんですよあれは。あ、まあね両方読めるからね、そうそうそう、だから恋愛ものでもないしね、うん、うん、ザ少女漫画って本当天使なんかじゃないとかフルーツバスケットあたりのそのなんか内面的なものをしっかり終える作品がザ少女漫画だと思ってて、はいはいはい、でそういう作品ってあの正統派はあんまり取り上げてないんですよ数としては。あ、うん、でもその自分は読んできたから子供の頃から少年漫画少女漫画を問わずに読んできてるんで非常にね男の子が読んで得るものがいっぱいあると思うんですよ。はい、ぜひ読んでください、まあ、その中でも、まあ、筆頭にあの売れているし有名だし出来もいいということで数字売れてるのこれどうなんでしょう、そこが微妙ですが数で見ると多分フルマの方が出てるよ。あ、まあまあその漫画としての売れ行きはね、うん、ただその世間への周知その原作知名度的なものを、ね、アニメを問わずにセーラームーンって言ったらあれでしょってどの世代の人でも多分パッとこの衣装とこのキャラクターが思い浮かぶっていうのはセーラームーン以降ないね、ないと思います少女漫画では、うん、だってプリキュアは話には聞くからちょっとわかるけど俺キャラクターとか全然わからない。あのプリキュアは毎回キャラが変わってしまうので、うん、
要はプリキュアっていう雰囲気のものとしては認知されるんだけれども、それぞれのプリキュアに関しては1年で終わってしまうので、なかなかその、セーラームーンだったらセーラームーンのあのお団子頭でツインテールになってるみたいな像までは浮かばないわけですよね、うん、そのよく知らない人にとっては。そういう意味ではドメジャーの作品ですけど、ここで、再復習しておくのは良いんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで、じゃあ宇太郎さんのイメージ曲いきましょうか。もうイメージ曲というよりはもうセーラームーンの中で好きな曲を選んでしまいましたね。ピッと凛々しくです。聴いてください。乙女のポリシーじゃないかったっけ、間違えたえやめて、そういうそういうことするの。乙女のポリシーでしたね、はい、失礼しました聞いていただいている曲は石田洋子さんの乙女のポリシー、これはセーラームーンのエンディングテーマですね。はい、そのまんま選んじゃいました。そのまんま選んじゃいましたねもうまさかの、タイトルを間違えました。申し訳ありませんでした、はい、びっくりしました私は今、はい、ですね、はい、あ、なんか中間演奏 の, そのエレキギターがすごい時代を感じるなって感じがしましたね。オープニングってやっぱキャッチーなのが好まれるじゃないですか。はいはい。でエンディングってさ、優しい曲が多いんだよね、やっぱり。これもそうなんですよ、うん、柔らかいもんね、曲調にせよ。そうですね。いや、またやっぱり名作のアニメっていうのはエンディングがいい曲を使っているっていうのがやっぱありますからね。やっぱりエンディングにまでいい曲を持ってくるぐらいに、やっぱりちゃんとセンスのある人がついてる作品はいい作品だと思いますよっていうのもあって、乙女のポリシー選んでみました。他の木の、エンディングもなかなかいい曲ぞろいなんですけれども、れその中でも一番好きなので上げてみました。 R のエンディングがなんか、そうですね、確か、うん、第1弾はもうちょっと違う曲だった気がする、うん、違う曲だった気がする。さて、というわけでここからじゃあ宇太郎タイムが始まるわけなんですけど今回はですね、やっぱりセーラームーンを取り上げる、はい、セーラームーンを届いてきた私が、語るセーラームーンっていうのもそうなんですけども、セーラームーンが通ってきた世代、皆さんいろいろな通り方をしてると思うんですよ。その自分が本当に小学生 ど真ん中の世代で見てたっていうのもあるでしょうし、さっきもちょっと出てましたけど、お姉ちゃんが見てたから、なんかその
セーラームーンごっこに付き合わされたみたいな人もいるでしょうし、中には自分の息子さん娘さんがセーラームーンにハマってた記憶があるような方もいらっしゃるかもわからないですよね。あとはですね、まあ今月のここに、注目のコーナーでも言うんですけれども、今回はそういうですね、セーラームーンっていうとテンションが上がっちゃうような人のお祭りにしたいと思っておりますので、そうじゃない人たち、漫画好きだけど、セーラームーンってそんなにかっていう、こう気持ちを持ってる人はぜひ見に来てください。すごいテンション上がってると思うので、今回 の、まあ、あの語りを聞いても分かると思うんですけど、なんでそんなにセーラームーンなのっていうようなのの片鱗をですね、垣間見ていただければいいんじゃないかなと思っております。ここに注目のコーナー出ました。これがプリキュアにつながるわけですよという話でですね、まあ、今ハピネスチャージプリキュアというのが絶賛放映中なんですけれども、プリキュアも10周年ということでですね、この前、なんかまとめサイトに上げられてた面白い記事がありまして、アニメ版の、旧アニメ版ですねのドラゴンボールと話数が並んだっていうですね、あのニュースがありまして、ものすごい話数やってるらしいんですよ。でしかも、ハピネスチャージプリキュアは1年間スパンでやるアニメで7月の段階で並んだっていうことは、これは確実に抜くというのがですね決まったっていうですね、日本で一番、連続した回数をやっている、作品になるんではないかと。まあ多分サザエさんとかちびまる子ちゃんには勝てないんでしょうけど、なかなか続いてきたぞ、こういうそのなんていうんですかね、ヒーローものというか、少女向け、の作品でここまで続くものっていうのはなかなかまあ現れなかった、そのセーラームーン以降現れなかった中でプリキュアがまた出てきたんですけれども、その、流れですね、このまあセーラームーンっていう漫画自体をまあいろいろな角度で見ることはできるんですけれども、まず一つあるとすると魔法少女もの、少女漫画として見るっていうのが一つあるんですけれども、まあ、ヒーロー、ヒロインみたいなものが何か戦うもの、ヒーローものっていうふうに、捉えるとですね、あの日本のそのヒーローものの変遷というのが見えてきてですね、面白いなと思って、そういう話をちょっと今回はしようかなと思ってました。このセーラームーンアニメ版は東映動画さんがやっていて、プリキュアも東映動画さんがやっている、東映の作品群の中の一つなわけですね。東映の流れというか、そのとずっとヒーローものを、日本のヒーローものをやってきた東映の流れみたいなものが見えて面白いわけですよ。東映がやっていた、まあ、特撮の実写特撮の中で、まあ、ヒットした作品というと、まあ、仮面ライダーが挙げられるかなと思うんですけれども、仮面ライダーがだんだん下火になってきた頃にですね、スーパー戦隊っていうその、まあ、ゴレンジャーから始まるシリーズになるんですけれども、それが、取って代わってですね、仮面ライダーはなかなかその後ヒットを出せずに、平成ライダーが始まるまでなかなかこう、まあ、メジャーな作品になれずに来たんですけど、スーパー戦隊で一躍、東映の新しい、ヒーローの流れというのが生まれまして、スーパー戦隊シリーズはやっぱり男の子向けの、男性中心の、作品だったんですけれども、セーラームーンで美少女戦隊ものっていうですね、女の子が何人か集まってチームを作って戦うというのができたんですね。でセーラームーン以降そういう作品群がたくさん、まあ、出てくるんですけれども、なかなか大きなヒットが出ない中、プリキュアっていう10年続く作品ができた、この、流れですね、プリキュアを今大好きで見ている、人たち、セーラームーンも勉強しておくと、そのセーラームーンからちゃんとこう受け継がれているもの、あとはそのちゃんとこう、改善して良くなっている部分みたいなのがたくさん見えて面白いんじゃないかなと思います。太郎先生、質問です。はい、おじゃまじょドレミは間に入るじゃないですか、セラムン。あ、そうですね、クリックのあれも結構長い期間やって、あれも5年ぐらい4年ちょっとぐらいですか ね。それはまたちょっと路線が違うんですか、あんまり戦わないんですか、あれは。あのおじゃまじょドレミはですね、あの魔法少女ものに近いんですよ。あ、その純正魔法少女というか、そうそう、純正魔法少女だから戦うっていうよりはなんか人助けをしたりとか願いを叶えるみたいな方向に魔法を使うんですよ。あ、じゃあそこを一旦セーラームーンの後にそっちのラインに行って、はい、いや、やっぱプリキュアだったわってなったんだ。はい、あ、ドレミア人情もの
そうそう、ドレミは人情ものなんですよ。あのだから昔の要は、何秘密のアッコちゃんとかに近いんですよ、はいはい、要は困ってる友達とかを助けるっていうような話になっていて、サリーちゃんとかミンキーモモとかそのラインの流れを直結してるのはお邪魔女なんですよ。実は、はあはあはあ、セーラームーンの直結してるのはどっちかっていうとブリキュアなんだ。ブリキュアなんですよ、はい、一応そのお邪魔女の系譜っていうのをプリキュアに受け継がれてる部分はあるんですけども、より強い影響はやっぱりセーラームーンが大きな下地になっていて、まあ多分東映さんとしてもいろいろな作品を繰り出していく中で、あのヒットさせる、その長いスパンでヒットさせる作品はどうやったらできるのかっていうのを常に考えてる、るんだろうということがものすごく見て取れる、その新しいのが出てくるたびにおおこう来たかこう来たかって面白いんですけれども、そのまあ一番というか今までの中でのでかいやつをですねこうさらっていくと、なんかこう日本でヒットする日本人が好きなヒーロー像であったりとか、そのヒロイン像みたいなものが見えてきて、それも市場的な部分もそうですし、でも市場に数字として現れるってことはやっぱり多くの人の心を打つ、なんかこういいなと思うようなものであるだろうということが多分見えてくると思いますんで、でしかも、今まで特撮作品も実は石森章太郎先生が書いた漫画を原作にして、仮面ライダーも作られているし、スーパー戦隊のゴレンジャーも石森章太郎さんが確か原作を書いてるんですね。そうですね、書いてあのね、途中から石森章太郎は漫画家じゃなくなったんですよ、その頃から。ですよね、うん、そういうなんていうか劇を作るっていうか、そう、あの動画原作者になったんですよね。軸足を移したんですよ、漫画家というよりはその映像作家の方に行ったんですね、その頃、はい、うん、という、まあ、流れも実はあって、うん、実は漫画とあの特撮とかヒーローものってつながりがやっぱり強いんですよね。そうですね、親和性はあるんですよ、うん、プリキュアは実は原作漫画はないんですけども、プリキュアはだからオリジナルあの作品なんですけどね、うん、シナリオが、うん、ただまあセーラームーンはちゃんと漫画の原作があるということでですね、あのその辺もちょっと見ていただけると面白いかなと思います。原作版のセーラームーンとアニメ版のセーラームーンの一番の違いっていうのはすごく単純なんですけど、バンクシーンだと思うんですね。バンクシーンはね、多分説明しないと皆さんわからないと思います、ね、まあバンクシーン説明するんだけど、うん、変身するときに、はい、あのテーマ曲が流れて服がこう一、うん、回全部はだけて次の服になるっていうそのシーンがあるじゃないですか、はい、それは毎週同じやつを使ってるわけですよ。 その毎週同じやつを使うっていうのがバンクシーンっていうんですけど、はい、まあセーラームーンの中で使われているバンクシーンは変身するシーンが一つと、うん、もう一つは必殺技のシーンですね、はい、がバンクシーンとして毎回同じものが流れるっていうのがあるんですけれども、漫画版はそれはないわけですよ。同じコマを使ったりはしないので、変身するシーンも毎回ちょっとずつポーズが違ったりとか構図が違ったりするんですけど、一番の違いはそこなんですね。多分これ東映さんの発明というか、なんかアイデアなんですよね。アニメを毎週やらなきゃいけないんだけど、毎週やるのが大変、作画とかが大変だからどうにかして手を抜きたいんだけれども、あまり手を抜いてるっていうことを悟られないようにしたいっていうのの中で生まれたのがバンクシーンっていう考え方だと思うんですけれども、バンクはでも昔からありますよね。そう、ロボットものとかでもありますよね、うん、だからまあその手を抜くっていう表現よりはその一定したクオリティを保とうっていう、それはだからオープニング、エンディング、バンクっていう3つのものが綺麗だったら、はい、ある程度そのなん作中の作画が崩れても見てられるんですよ。そのあとですね、綺麗なところテレビアニメっていう、うん、その媒体にやっぱり特化してるそのなんていうかものだと思うんですよね。バンクシーンっていうのは毎週やるけど、まあ、だいぶもうセーラームーンの頃はビデオとかありますけど、そうですね、1回見て終わっちゃうわけですよ。うん、今だと YouTube とかで何回も繰り返し見れるからちょっと話が変わってきちゃうんですけど、1回しか見れないものに対して毎回同じのをやってくれると毎回その同じのを見れて覚えられるっていうのがあるんですよ、うん、そういうのもそのバンクシーン同じものでしかもちゃんとクオリティの高い同じものが毎回見れる良さっていうのが
あると思うんですね。でアニメはそれが実はないんですけど、漫画の方はそれがないんですよ。そういう差があったりとかするんですけど、うん、その分毎回変身が違ったりするんですよ。っていうのはなかなか面白いところなんで、ちょっと見ていただけるといいかなと思ったりしますね。あとですね、これはまあ猫のポチさんから指摘されましたけど、ヒノレイっていうあのキャラクターが出てくるんですけど、あ、レイちゃんね。旧アニメ版と、原作ではかなりキャラが違うんですよね。その作者の竹内直子さんがちょっとあれはっていうぐらいキャラが違うんで、アニメ版しか知らない人は原作を読むとびっくりするかもしれないですよね。うん、高潔に書かれてます、漫画の方が。よりなんかクールキャラですよね。そう、かっこよくクールキャラに書かれてるんだけど、アニメ版だともうちょっと砕けた感じに書かれちゃってて、はい、そこの、まあ、差異は一つ楽しめるところかなと思う。アニメ版はどうしてもそのエピソードをたくさん回さなきゃいけないというところがあるので、にぎやかしのキャラがやっぱりどうしても必要になってくるみたいなところもあって、おそらくキャラがちょっとこう揺れたというか、うん、そうですね、変わったんじゃないかなと思うんですけど、原作のままのキャラでいくとちょっとね、おとなしすぎるんだと思う。そのなんか例えば5人メインの5人がみんな優等生になっちゃうと、まあムーンが優等生じゃないんだけど、そうなんですよ、まあ、とはいえ主人公なんでやっぱりそこは、はい、しっかりするんで、まあちょっと砕けたキャラってことでレイちゃんが砕けたキャラになっちゃってるんですけど、アニメ版は漫画だとしっかりしてるんで、はい、そこがねちょっとね面白いです。だからレイちゃんアニメ見ててあんま好きじゃないなっていう人も原作のレイちゃんは好きになるかもしれないです。逆もあるかもしれないですね、うん、そうね難しいところだね。アニメ版レイちゃんのファンは、うん、原作見るとえってなるかもしれないみたいな私の好きなレイちゃんじゃないっていうのはあるかもわからない。それはでもね多分両方楽しいよ。そういう楽しみ方、うん、いいんじゃないかなと思いますね。はい、あとは、うん、漫画版5年間連載してるんですね。そうですね、5年間で、アニメ版も5年間、毎週土曜日の19時から19時28分の時間帯、はい、ゴールデン枠ですよ。だって視聴率すごいよ15% ぐらい出してたからね当時はい、15% ってすごいですよ。土曜日の7時から夜7時からアニメができるってすごいよねこの時代ねまあいろんなそのなんだろう、なんか子供たちが塾に通うだなんだっていうので、子供がこの時間家にいないみたいなことになって、夕方6時の放送とかって今あんまり、なんだろうな、人気がとか、あと枠の値段がっていうのがあって、深夜枠にすごいシフトしてるんですよ。そうですよね。ちょうどこの90年代中頃から深夜アニメってすごい流行ってきたんで、はいはい、ま、なんかいい悪いの話じゃないんで、どっちも楽しめる大人になろうっていう感じですかねまあ、日本人のライフスタイルの変化に伴ってテレビのアニメっていうのも変わってきてるという話で、で実を言うと今やってるアニメは深夜だから大人しか見てないのかって言ったら、かなり中学生とか小学生も見てるんですよね。だって中学生の時ビデオ予約録画して撮ってたもん、深夜アニメ。はい、やっぱ見るんですよ。だから相変わらずアニメは見てるんですよ、うん、自分の知り合いでもうお子さんがいらっしゃるような知り合いのお父さんがいるんですけど、はいはい、中学校、3年生の娘さんがめちゃめちゃアニメ深夜アニメを録画しまくって見てて家の、テレビのハードディスクがパンパンになってるみたいな話は聞きますからね。まあね、まあでもそのさ、セラムーンは当初さ、こんなに長く5年間やるつもりなかったよね、はい、おそらくそうでしょうね。だって1巻読むだけでメインキャラ4人出てきちゃうんだよ。そうなんですよ、早いんですよね、すごく。そう、特に頭3話で3キャラバンバンバンって出てきて、多分、ね、1年か2年ぐらいだったの最初の予定は。はいはい。なんだけどそのものすごい人気が出ちゃったんで都合5年間やったんですけど、はい、最初から5年って決まってたら多分もっと構成の仕方があったと思うんですよ。キャラ引っ張ったりしましたよね。そうそうそう、多分出すのね、出す
割合とかってもっと考えられてたと思うんだけど、はい、最初3人持ってきたあたりが非常にね、今読み返すと面白いんですよ。おじさん面白いですね、うん、おじさんのとこ面白いんですけど、この面白さはもしかしたら伝わらないかもしれない。うん、あの漫画長期連載の漫画の面白さって頭のそのスタートの仕方がその後を想定できてるかできてないかみたいなことを想像しながら読むのが面白いですよね、うん、すごく。そうですね。あとはその作者の力量みたいなところでしょうがなく最初のうちこうなってしまってるみたいなのもあるじゃないですか。というわけですでにもう残り尺が1分ちょっとなんで、はい、今回の告知をいたします。はい、7月27日日曜日、はい、9時から3時間第56回じゃね次 56 ですね。すいません太郎さんコピペで台本作らないでください。すいませんでした。、はい、第56回ツイッター漫画語りは美少女戦士セーラームーンを取り上げます。ぜひこの3時間、はい、濃密の3時間にしたいので、今これ生でね前語り聞いてくれた人以外にも、ポータルの方にこの動画アップしときますので、ぜひそちらで、見た方でよしセーラームーン読み返して本語りするぞって思ってくだされば幸いでございます。さて、もう30秒しかないんですけど、はい、この後はでも漫画でビブリオボトルがありますので、配信を切らずに、このまま行くんで、はい、とりあえずエンディングがテーマが切れたら一旦録画は終了になります。はい、ご視聴くださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。